エカチェリーナ・フルゼワはソ連の政治家。ソ連最初の女性政治局員で文化大臣も務めた。ソ連の政治史上最高位にあった女性。1940年代に工場労働者として働いていたところを見出され、政治家としてのキャリアを積んでいく。スターリン時代の1952年第19回党大会で演説を行う。この大会で、 共産党中央委員会の幹部会候補に選ばれる。1957年からソ連共産党政治局員となり、ソ連史上初めての女性政治局員となる。フルゼワの出世はニキータ・フルシチョフ第一初期に追うところが大きく、これに対しフルゼワは1957年の半島グループ事件の際にフルシチョフを積極的に支持することで答えた。 政治局員となったフルゼワは、中ユーゴスラビアソ連大使のニコライ・フィリュービンと、恋中に落ち、週末に頻繁にユーゴスラビアに出かけ、政治局の中で噂を呼んだ。二人は、最終的に結婚し、フィリュービンが外務次官となって、モスクワに落ち着くものの、その頃には二人の関係は冷めていた。1960年、友人への電話の中で、 フルシチョフを批判したのが登場され、フルシチョフの知るところとなった。怒ったフルシチョフは、フルツワを感触だった文化大臣の座に追いやった上、翌年の第22回党大会で政治局メンバーから外した。文化大臣に左遷されたフルツワだが、自分の采配で劇場や映画のプログラムが変えられることに快感を覚えるように、 なり、その後14年間のソ連の文化政策を牛耳った。政策は、フルテワの個人的好みや交友関係に振り回され、国民や芸術家から不況を買い、数多くの政治ジョークを残した。フルテワは、自身の名前と過去の女帝の名前をもじって、エカチェリーナ賛世と揶揄されるようにまでなっていた。その一方、社会主義社会において、とかく硬直的になりがちだった。 文化政策がフルツェワのおかげで豊かになったとする評価もあり、その評価は気予報編が激しい。ルュドミラ・ズイキナなどの友人の話では、晩年のフルツェワは、夫との関係も冷え込み、アルコール中毒になっていた。1974年、汚職の捜査対象となって、取り調べを受け、その後間もなく亡くなった。自殺したと見られている。ノボデビチ修道院の墓地に眠っている。 ありがとうございます。